のことでやってきました。こんにちは、ポンコです。チャンネル登録者数20万人突破しました。本当にありがとうございます。はい、ということで、昨日の夜、ついにチャンネル登録者数が20万人突破しました。もうやっとだね。本当に皆さんありがとうございます。まあ私目指すはですね、メインチャンネルを越す勢いで頑張ろうかなと思ってますね。もはやもうね、メインチャンネルじゃない。もうメインはね、ゲームになってるもん、私は。もうね、向こうのチャンネル何すればいいかわかんないから。はい、ということで、まあ20万人突破したということで、まあいじめ動画でね、20万人をやっぱり始めるのはおかしいなと思ったので、まあ、現実世界で言うと、今はゴールデンウィーク中だと思います。はい。なので今日はゴールデンウィークの1日をね、お送りしたいと思います。いやー、これが普通なんですよ、皆さん、サキシミっつうものは。で、だからいじめイコールサキシミになってるけど。じゃあまだちょっと最初にね、あれだね、着替えよう。お出かけだから。で最近ちょっと暑いから、いい感じの服をね、ちょっと着、あー、それはダメで暑苦しいよ。買っといて夏服でもちょっとダメなんだよね。やっぱこれかな？これでちょっと色変えよう。やばいね、色めっちゃ迷うね。やっぱこういう系だろうな。こういう系にしよう。よし、オッケー。いやーもう今日はね、おしゃれしていきたいと思います。で、久しぶりにちょっと、カレピの、ちょっと、リュウジくんも呼びたいと思います。もうお久しぶりでは、リュウジくん。もう最近ではいじめ動画ばっかだからね、もう接点がないですよね。え、皆さん、ポンタかリュウジくんどっちが好き？どっちが好きなの？みんなって、ポンタなの？ポンタの方がいいよ、やっぱり。やっぱこいつやめとく？ポンタとリュウジくんってさ、ちょっと顔の系と似てるじゃない？だからなんかさ、両方好きって人多そうだよね。まあ、あとは性格の問題かなっていう感じですね。はい、こちらのメンツでね、ある場所に行きたいと思います。ちょっとなんかね、ID をお借りしようかなと思ってて、ショッピングモールに今日は行きたいと思ってます。はい。で、まずなんか、番号を打って、ID を打ってからダウンロード、セーブしてからのまたダウンロードって感じらしいので、まずそちらの作業からね、していきたいと思います。じゃ、ちょっとね、今回も、まあ、その場でね、番号を打たせていただきますね。いつも忘れちゃうんで。はい。まず最初に、4316。4316。3275。3275。3290。3290。52。はい、まずこちらね。来た！ファッションビル。ダウンロードさせていただきます。はい、ダウンロードしてからのセーブ。セーブ。してからの、また ID 検索でまた番号変わります。8016-3275-3266-49ということで、行きましょう。来た。はい。こうなったら、このショッピングね、ロードを押します。ピコッ。そうすると重なります。はい。合ってるよね、やり方ね。オッケーオッケー。え、どこに？うわぁ！すげえ！なんかさ、これね、ちょっと私、ネタバレ見ちゃったんだけど、GU とか、ロフトとか、いろいろ入ってるらしくて、アニメートも入ってるって聞いたかな？ちょっと早速行きたいと思います。え、今日どうしよう。サクシミーチ、ワクワク。え、お前って、あ、これ、二席かこれ。いや、ちょっといつも以上にワクワクしてるぞ、私。なんだろ、サクシムのワクワク久しぶりかもしれないね。なんかいつもちょっとハラハラだったじゃん。うわ、警察の前、お前さ、端っこ歩けよな。で、引かれたらこれ文句言われるんでしょ？ほんとやべよね。いや、待って、今日さ、サムネ撮るのも超楽しみなんだけど。サムネ。あっ！うわ、やばやば、おっきいおっきい。え、これどこにできてんの？駐車場はどこ？鳥は回るか。ここですね。ここここ。うわーうわーちょっと待って、すごい。はい、ということで。うわ、これサムネどうする？ちょ、みんな、YouTuber はね、サムネが大事なんだよ。それなのに、どうしろっていうのこれ。撮りたい場所がいっぱいあるんだけど、どうしよう。ダイソー、無印、アニメイト、GU、H&M、ロフト。え、H&M のロゴ上手くね？やばくないこれ。いや、やばいんだけど。
え、マジさ、動画見てくれてるかな、この人。絶対見てねえよな。見てほしいよね。ちょっと、実際にあなたのものを使わせていただきました、言うて。いや、これ最高だよ、これ。ちょっと、この冬、新たな伝説が始まる。もう夏なんですけど、まあいいでしょう。ちょっと待って、私ちょっと飛ぶわ。え、やばい、やばい、やばい、これ。え、やばいよ、これ。え、なに？やばいよ、これ。ねえ。ねえ、超ワクワクしてきた。お前ら早く行くぞ。入り口がね、こっちにあるらしいので、ちょっと行きたいと思います、早速。うわ、最高なゴールデンウィークになるぞ、これ。入り口が、こちらになります、皆さん。ひっ！うわ、もう早速フロントにピアノ置いてある。受付はいないと。なるほど。うわ！ここに書いてある。これよくあるよね。よくある。高いとこだと。ロフト。これカフェとかもあるんだね。ロフト A チャンネル GU。何階にこれがありますってあるんだね。うわ、消毒じゃん、これ。ねえ。これ男子トイレに。え、これ、男子トイレでしょ、これ使ってんの。男子トイレに棒ぶっ刺して、消毒。いらっしゃいませ。やばっ！マジさ、これ作った人って相当通ってんだろうね、こういうところにね。うわ、こういうのも置いてある。で、上がる場所がどこ？こっちか。じゃあ、ポンタマ楽しむぞ、今日。あったあった、上がる場所。それでは行きたいと思います。やばいやばい。うわ！ロフトだ！うわ、ちょっとさ、ちょっと、おい、来い。おい、緊張してんじゃないの、この人たちも。あ、もう全部品切れなんだね。もうね、人気すぎて。もう、作締めにね、ショップなんてもう、できたことがないから。うわ、すごーい。じゃあ次、上行こう、上。なんかある？うわ、ここにもちゃんと数字書いてある。え？いや、待って待って、反応すんな、反応すんなよ。やばくない？いいよ、反応し、やべえな、ここ。やべえだろ、あれ。事故現場見ちゃった、今。あ、来た来た来た、H&M。H&M 来ました。うわー、すごーい。で？何があるの？あー、ぽい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 ！めっちゃぽい！こんな感じだもんね、H&M ってのあんま行ったことないけど。あ、ここでマネキンになれると。ぽい。あー！ポンタマネキンだ！私はね、ちょっとね、アニメイトに行きたい、早く。こ、うわー！ GU だ！ GU 来た！うまー、マジで。最高だな、ほんとに。ここがマネキンコーナーね。いや、すごすぎる、すごすぎる。もう GU なんてもうみんな行ったことあるもんね、一度は。うわ、やばい！やばい、このアングル！なんか今日はね、どっちかっていうと、動画を楽しむっていうよりも私が楽しんでるよね。これぜひ皆さん行ってほしい、ここ。すごいよ。アニメート行きたい、そして。うわ、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 CD、DVD、コミック、グッズ、アニメのことならアニメート。うわー、やばいよ、やばいよ、これ。どうしよう、ちょっとペンラ持つ。うわ、ノリノリなんだけど、やば。はい、ということでね、オタクの聖地、アニメートに行きました。うわー、いいね。アニメートだよ、ここ。うわー。失礼。まあ、グッズは品切れと相当人気なね、お店なんでしょうね、きっとね。いや、嬉しい。で、ここが5階。いや、さ、もうさ、わかってるよね、いろいろ。その作り方が。さすがだわ。そして次が、うわ！みんな大好き、無印。みんな無印好きだよね。うわは！うわは！いや、皆さん見て。これはやばいだろう。クオリティ。でさ、たまにいるよね。なんかこの商品でさ、なんかべったり寝っ転がれるじゃん、靴脱げば。いるよね、なんか寝てる人たまに。で、上がなんだろう、上が。カフェとか言ってたよね、あとね。え、なにここ。ダイソーだ！しかも最新バージョン、ダイソーのロゴが。うわ、わかってんね、そう、ダイソーってピンクに白なんだよ。そう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 。ようわかってるわ。いや、すごいよ、これ。もうロゴが最新バージョンっていうのもね、もう感動だよね。もうみんな大好き、ダイソーで。そして上。おっと。
なんとここ。何このスペース。え、これ上もあるけど何上って屋上？屋上に繋がんのかな上。9階。あれ？うわ！ここ事務所か！やーば、これスタッフさんの事務所でしょ？結局。すごいね。なんか置いてあるし。やばー。で、ここが社長ね。え？愛と脅し？ね、見てる？あんたら。リュウジ君はどこ行ったの？おい。リュウジ君どこ行ったのこれ。倒れてんな、相変わらず。誰か助けたれよ、あの女の子。ずっと倒れてんだから。で、こう上がなんだ上。うわ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 テラス！え、すごい！いや、最高なんだけど。いや、何このゴールデンウィーク。なんかさ、前回はさ、マックとかだったけどさ、なんか普通に今回の方が楽しいよ。ポンコの家見える。いつでも帰れるわ。ちょっと待って、リュウジ君は？あ、落ちちゃった。あ、リュウジ君落ちちゃった。リュウジ君？え、誰？え、誰？傭兵？帰ってください。誰ですか？え、来て来た。また落ちた！なんだお前、命中力悪すぎる。あ、あ、危ない！危ない！あ、おぉ！うわ！え？やばくないお前！やばいよ！また喧嘩してる！もうやばいもう、また傭兵よちょっともう。おい、来んなし。リュウジ君？リュウジ君？来た。舐めてんの？もうあんたもう体力ないじゃない。体力ないって。どうしよう。これあげる。食べて。どう？お前の全てが欲しい。え？初めて言われたんだけど。え？こんなセリフあんの？お前の全てが欲しいって。もういいよ、いいよ。あげるよ。はい、ということで皆さん、今日はですね、桜町にショッピングモールができて、今日は行ってみたんですけども、なんかね、今までの ID のさ、建物を行ってきたんだけど、その中でもね、すごくクオリティの高い ID の建物でした。いや、ぜひ皆さんもね、こちら行ってみてはいかがでしょうか。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつぱん！あともうちょっとのゴールデンウィーク皆さん楽しんでください。